エンジョイパチンコライフ。ビーマット TV YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。福田奈々です。本日は東京都杉並区荻窪駅からめっちゃ近いところにありますオーパさんにお邪魔しています。本日はもうすでにマイナス500枚です。ちょっとね、店内の稼働がいいので空き台を探すのが大変なんですけど、とりあえず店内に入ってデータをチェックしてみたいと思います。ということで、残り500枚からの大逆転劇、皆さんにお見せします。見るのも大変なんですよ。ちょっと本当に稼働がすごい良くてですね、北斗シックスもすごいですね。どうしようかな、ちょっとね、今日パチンコもいいかなって思ってたんですけど、本当にすごいんですよ。 CR パチンコ吉本タウンもねすごいんですよ。まあ玉持ってる方多いですし、最新台のエヴァンゲリオン9が本当空き台ないんじゃないかしら。これ地下にあるスロットコーナーも見に行ってきます。入ってすぐのあのハーデスさんがね、ちょっとハーデスのところにいるわけですよ。液晶3800枚、空き台が全然、おお番長もすごい。これ困ったな、ほんと空き台がないよ。だからこの時間にこのジャグラーの稼働がすごいです。この台とかすごいですね。前日、まあ、今日もそうですけど、前日とかがねビッグ17、レギュラー19とかレギュラー選考で結構いい感じですね。こっちのもう前日20、20、20、これたまたま700以上ハマっちゃったんじゃないかなという。なので私の2015年ね、引き強で押してる私なんで、私だったら出せるんじゃないか、そういう理由で本日は、ジャグラーさんにしようかな。ということで本日はジャグラーさんに頼みをかけたいと思います。ジャグラーニューアイムジャグラー EX さんです。よし。本当にね、これ据え置きだったらいいなっていう理由で選んだんですけど、本当そろそろですよ、多分。だってこんなにハマってるけど、今30回転ぐらい回ってますよね、これ30以上回ってる。私が好きな数字777、ここまでハマっちゃったから、あとはいいことしかない。777777福田奈々です。いける、強い。追加投資、光ってくれれば多くは望まない。光ってくれればいいの、お願い。 No No、追加投資。800枚目嘘ついたな、多分650枚目だ。いや、嘘だ、700枚目。あなたのやる気が見たいよ、私は。ファンファーレとか鳴っちゃえばいいじゃん。もう追加投資880ゲーム。900ゲームを過ぎておりました。そろそろ出番だよ。
ほい。うん。頑張れ頑張れ。私アンチエイジングしたいから光って追加投資。本当さっきからね、左停止がちゃんとできない。ブドウもいいけど、ゴーゴーランプ。これでもさ、光らせられなかったら悲しいよ。だってジャグラーさん光るの仕事でしょ。光ってよ。恥ずかしめる私がダメなのか。ポットしてポット。私のことちゃんと知らないでしょ。ねじりの7って呼ばれてたんだから。当たんない。いいじゃんねじったって。いいじゃん。ねじりの7見てろよ。ほんと、ほら大指定士がちゃんと押せない。お願い。もう眩しい。目が957ゲーム眩しい。よし。どうしようかな。狙おう。ビッグ。オーパさんでセブンフェスティバル。いや、ねじりの7やりましたよ。やったね。超嬉しい。ギリギリ宣言もいかなくて、いや、ほんとよかった。やっぱね、巷でねじりの7って呼ばれてましたし、私。ねじり関係ないって言いたいですか。何言ってますの。その前にねじってたからこそ光ったんですよ。なわけないか。よしよし、行くぜ。ほらフリーズ。ねじりの7。ああまあ2015年違う福田奈々を見せる。今日でもいいじゃない。それが閉店ちゃんも緊張するけど、 Go to Heaven もすごい緊張する。閉店ちゃんは時間があれだし、 Go to Heaven はね残り500枚なんだよ。その一瞬でね、急激に剛腕にならないといけない。またねじらせる気、私のこと。まあね、いや、ねじり上手の7た私のことですから。いや、そういうの一発目で引かないと。ねじり上手の7。まあなんすか、なんか私が汚いってことですかそれ。お清めるのは光るかも。ああ、お清めね。塩は大丈夫ですか。なんかこう塩
足をかけちゃダメだねいや、いかがですか、かゆいとこないですか、かゆいとこないですか、ああ頑張れるよし、逆に台ヌメヌメになっちゃいましたよ、ちょっと申し訳なかった、ごめんなさいね、なんか店員さんが綺麗に拭いてくれてんのにあ、ボタン拭くの忘れてた、ボタンピンポイントで拭く人とかいるよし、オッケー、あ、ちょっと気分上がってきたんじゃない、ジャグラーさん上げてこうよ、ジャグラー様、お光の時間はまだですか、オイラそろそろ光るところ見たいズラ、光ればいいズラ、今お相撲さんみたいな喋り方しようとしたらね、ちょっと息がめっちゃ苦しくなった、光ってほしいズラ、おいどん光るところが見たい、もう光ればいいじゃんって言ってんじゃん、もうこの子な、うふうもうなんやねん、お願い、ここでか光ったらかっこいいよまあなんでやねん、はあ、最後の50枚も使い切ってしまったので、本日はこれで実戦終了したいと思います。ねじりの7、どこに行ったんでしょう、実戦終了、本日はニューアイムジャグラー EX を打ったんですけども、残念ながら逆転できませんでした、ねじりの7とか、あのルーギアナちゃんだなとか出したんですけど本当に申し訳ないです、もうね、全て私の引きのせいなんですけど、本当にお店の稼働が良くてですね、あの空き台を探すのが大変だったんですけど、あのさっき常連さんにお聞きしたところ、朝はそこまでお客さんがいらっしゃらなかったそうなので、朝一とかだったらいい台、ね、皆さん狙えるんじゃないかなと思いました。本日私は負けてしまいましたが、また次回ね、オーパさんにお邪魔する機会があったら、まあ、朝一とは言えないですけど、昼前ぐらいに来て、あのいい台をね取れればいいなと思います。なんで私はこんなに噛んだんですか、今ねじりの7ですかね本当に今日は申し訳ないです、また次回頑張りますということで、オーパさんにお邪魔していた福田奈々でした、オーパ何これPTube はこんなに楽しい、人気パチンコパチスロ動画がいつでも見れる、人気ライターの来店情報もプッシュ通知で届く、 PTube ダウンロードしてね、えいえい。